今日はアメリカって本当に不動産投資があ噛んじゃった <laughs> <laughs> いいよいいよ噛んで噛んで今日はアメリカってふざ産投資実装ボケしてるのは私なんだけど <laughs> ちょっとしばらくご無沙汰したからねあ、い、い <laughs>、え、e、お <laughs> はい、<laughs> はい危機的状況をプラスに変える 動画版、日本語で USA。アメリカ不動産を3人のリアルターがオハイオ、カリフォルニア、ハワイから読み解きます。アメリカの不動産投資って本当にうまくいくのはい、うまくいくんです。<laughs> おししていきたいと思います。<laughs> はい、見てください。いはい、スライドを用意させていただきました。アメリカでは不動産投資がうまくいく理由。 ちょっととお話しさせていいいたただきたいと思います、えー、簡単に、えー、不動産購入するっていう方法と賃貸するっていう方法があると思いますが、えー、賃貸した場合アメリカの場合って、えー、同じお家であったとしても、えー、1年に5%ずつ家賃普通にアップしてきます今みたいな、えー、非常にインフレの時期なんて えー、テナントさんのお客さんから来たんですけど宮本さん17%も値上げって言われてるんですけど本当ですかみたいな、はい、そんなことをしなべても普通に5%ずつぐらい毎年毎年上がっていくのが一般的ですそうなると、えー、10年で、えー、約家の家賃って1.5倍になっちゃうんですよねそれに対して購入をするとまあ30年の 金利固定のローンで購入したとき、その時点で毎月毎月の支払い価格っていうのは一定に固定することができます。なので、基本的に10年間経っても同じ価格を払ってるよってことになるんですが、これ実際に本当のお家に存在するお家に当てはめて考えてみたいと思います。これ、あの、ハイオ州のコロンバスにある我が家です。 うん、秋子さん宅ですねはい、はい、で我が家、2010年にお家を買いました、えー、3%の頭金を、えー、置いて毎月1450ドルの支払いをしながら買ったお家なんですがちょうどこの頃このお家を借りてみようとするとやっぱり1450ぐらいだったんですね、そばが。つまりこれ、ものすごく分かりやすい例かなと思って我が家を持ち出してみました。 2010年当時1450ドルだった家賃はやっぱり5%ずつ上がって1.5倍になったのでしょうか。2023年の今日、周りの家を見てみると、このうち借りようと思うとなんとなんと3000ドルぐらいかかります。つまり1.5倍どころじゃなくてなんと2倍以上も上がってたんですね。対して、えー、ローンを組んで買ったこのお家ですが、当時は 4.875という住宅金利だったので、毎月が1450ドルの支払い価格です。これがコロナになった時に、金利がガンと下がったんですね。で、おこれはいいぞと思って、借り換えをしました。借り換えをしたことによって、見てください、3.875に下がったので、月々の返済価格がんと1092ドルまで下がったんです。よかったね。 いいでしょうつまり、<laughs> 借りていたら、うん、借りるという判断をしていたら、今、3000ドルを払わないと、えー、住めないこのお家今、私たち月々1092ドルの返済で住んで、なんと比べると1908ドルも安くなってる。こんないいことがあるんですね。はい、はい、そんな具合で、えー、毎月の、えー、と住宅費。 として、そ、え、て、ー、差が出てきているだけじゃなくて、今度、投資額としても見てみましょう。えー、頭金が投資額になるんですけれども、えー、自宅だったので3%、5382ドルを頭金としてこのお家を購入しました。で住宅ローン部分が17万4518ドルになりますね。 でこれ今え、13年経った今、まあ、元本も返済していっていますので、え住宅ローンの、えー、残りが10万9000ドルになりました。ということは、元本部分が6万5518ドル返済されたことになりますね。で、えー、今、このお家を売却しようと思うと、なんと45万ドルで売却が可能なので、そういう意味では、えー、価値自体も27万100ドル上がったことになっています。 つまり元本の返済分ともともとの頭金、それから価値の上昇分、ここのところを全部足したものがイクイティ、純資産になるわけなんですけれども、34万1000ドル。なんと13年前に5382ドル、頭金として置いたものが、現在は34万1000ドルになっている。なんと、すごいですね、6335%のリターン。 はい、これってなかなか、えー、福利だって言ったとしてもこれが例えば、えー、ストックなど株式で買ったとしてもね、えー、自分のお金って100%で、えー、株式を買うわけじゃないですかそうすると今、えー、値段が 5%5% で上がって1.5倍になりますよと言ってもこうやって不動産投資の場合だと銀行のお金を借りて自分のわずかな投資額が 大きく資産を生んでいく。こういうことで、アメリカは不動産投資がいいんですよっていう構造になっています。なんでこんな風に値段が上がってくるのそれってあなたのお家がたまたまでしょって思うあなたもいるかもしれないです。で、これが今までこの22年間、アメリカの全土の 中間価格、おうちの中間価格をグラフにしたものなんですけれども、見てもらうと、右肩上がりに長期にこうやって上がってきています。もちろん2008年のリセッション、リーマンショックのあたりで1回下がったりとかしていますけれども、じゃあリーマンショックだからっておうちに住まなくていいかっていうと、そうじゃないですよね。それって自宅もそうだし、賃貸で借りている住人もそうです。だから、 自分の自宅であろうと、貸している投資物件であろうと、住まなきゃならないという,こう人口増加さえ見込めれば、アメリカの住宅っていうのは、これからもずっと上がっていくっていうことが言えるんじゃないでしょうか。また、こうやって中古の住宅が上がっていく背景には、こんなえと新築物件が足りていないよ、人口流入と同じだけえ建設されてないよ、うん。 っていう後ろの事情もあったりします。はい。はい。どうでしたでしょうかひろこさん、<laughs> さっきの指名をお願いしますああれさん。なんかコメント言うかなと思ったんですけど。<laughs> <laughs> えっと、そうですね。本当に、あの今、あきこさんが説明してくれたように、あのアメリカって、 であの先進国の中でも人口がずっと増え続けている国なんですよね。それで、まあ、今3億2000万人なんですが、あの数十年後にはやっぱり4億人ぐらいに超えるっていうふうに言われてますし、まあ、今ちょっと特にインフレが高くなってますけど、あの落ち着いたとしてもあのインフレが、えーまあ、緩やかにあの継続していってます。つまり物の値段は上がる、つまり不動産の値段も上がる国なので、えー、物を持ってると、まあ、今のお話は 本当に15年前は安かったけど、今はどうなのっていうふうにあの疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これからもあの人口は増えて、インフレも緩やかに上がる、つまり不動産の価値も上がるっていうふうにあのきっと予測できるんじゃないかと思います。それと、人口が増える背景としては、ここは移民の国でして、えー、子どもの数が増えて人口が増えるというよりは、外から人が入ってきて増えている国ということなんですよね。 ということはですね、何が言えるかというと、外から最初に入ってきた人は、まず賃貸住宅に住む人が多いんですよね。いくらあのお金を持っていらっしゃる方でも、まあ、一番最初は数年間、2年間ぐらいっていうのは、やはりあのクレジットヒストリーとかが作れないので、住宅ローンが組めませんので、やはり最初に賃貸に住みましょうっていう方がやはり多いんですよね。つまり、大家さんの業態として、大家業としては、賃貸需要が非常に えー、充実している国というふうにも言えますので、まあ、投資面でもあの非常にそれは、えー、いいあの要素になるかなと思います、はいはいえー、価値も上がるし、家賃もあのちなみに我が家、たったの1906年とかなんですけれども、ああやってあの、日本ってほら、お家が古くなっちゃうと、どん,どん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 新築が出てきちゃうから、その家賃が下がったりとかするってことありますよね。うん アメリカの場合は家が古いからって家賃が下がっていくということがなく経年と同時に上がっていくここがやっぱり違うポイントかなと思います。こういういわけで、でアメリカでは、はい、不動産投資、ちゃんとうまくいきますよという構造を今日お見せさせていただきました。 ただ今、今、例えばアメリカの利息がすごい高かったりしているので、あの詳しいいつのタイミングかとかっていうのは、ア子さんみたいなシナリオをたどりたいなっていうような方は、やっぱり専門家に相談してタイミングも測っていただいたらいいかなと思います。はい。いかがでしたでしょうかもしこの番組気に入っていただいたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次回までさようなら。はい。さようならありがとうございました。ありがとうございます。 thank you